BTS のプロンポン駅の4番出口を出て沿いの方へ歩いていきます。スプーンビット沿い39から左に曲がります。レストランとかの下にシーローが止まっているので、そのシーローで行きたいと思います。シーナカリンタラート。シーナカリンタラート。タラート。マサワ。オッケー。よいしょ。黄色に飛び込みました。シーローで椎名学院大学のナイトマーケットに今向かってるところです。めちゃくちゃ乱暴運転で、夜だからかちょっと渋滞しているみたいです。すごい乱暴運転。今日はここは椎名学院大学の金曜タラートナイトマーケットに来てきました。火曜と木曜のカタラモからも来たことあるんですけれど、時のナイトマーケットは初めてです。すごくにぎわっていて、こちらグランドの方にもお店が出てるみたいです。早速中の方も見ていきたいと思います。いつもの朝のマーケットよりも人が多い。美味しそう、クレープ焼いてる。エビパンもすごいいろんな形の、かわいい目玉焼きの形で、これは焼き芋、これなんだろう、これだって、これはフライドポテト。なんかスパイシーな感じ。唐揚げ大きい。これはなんだ。お魚のフライみたい。美味しそうなものがいっぱい。ここはバナナ、ロッキーを焼いてる。こうなんだ。パスタ。ここはバーベキュー。ここに入れてるのはなんか唐揚げ、バーベキューに唐揚げにお弁当みたいな感じで売ってるのかな。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。すごい美味しそう。これはヤムチャかな。3分だけ、1個10バーツって書いてある。これはなんだろう、なんかマヨネーズがびっしり。これはオレンジジュース。こちらも揚げ物。人が多い、すごい多い。ここはカレーみたいですね、カレーライス。餃子焼いてるところがある。あ、すごい人が。ここはすごい人並んでる。行列がすごい。ここはなんだろう、つくねみたい。先ほどはお肉。ここはバーベキュー。1個13バーツって書いてある。かわいいワッフルが。ソーセージの中からなんかはみ出してる。これも美味しそう。人が多くて中が見えない。ここはお洋服を売ってある。ここはぬいぐるみ、かわいいぬいぐるみ屋さん。40バーツ、60バーツ。食べ物屋さんがすごく多い。これは何だろう。ここは小物かな。アクセサリー屋さん。29バーツで4個で100バーツ。ここは靴下5個で100バーツ。まあ、いろんなカラフルな靴下がいっぱい。すごいカラフル。こっちがお人形。あ、ここは盆栽。すごいな、ちっちゃい盆栽とか大きな盆栽とか、かわいいミニチュアの盆栽が。これなんかぐるぐる巻いてる。かわいいソフトクリーム屋さん。ソフトクリームとスムージーも売ってる。この辺は雑貨とかおもちゃが置いてあります。アクセサリー屋さん。シルバーのアクセサリー。これはカットフルーツ。カットフルーツ安い。40バーツ。1パック40バーツだ。これはお菓子屋さん。すごいウインナーが色付きウインナーもある。1個7バーツ。ここはジュース屋さん。シーフード。ここはココナッツジュース。60バーツ、59バーツ。売ってますね。調理パン。不思議なお好み焼きみたいなの七輪で焼いてる。魚の揚げ物、鶏の揚げ物。これはエビ。50バーツ、100バーツ、150バーツ。重さで違うみたい。ランチの普及さが美味しそう。山盛り入れてくれてる。60バーツだった。すごいシーフードが。熱気で熱い。パスタが80バーツ。あ、トウモロコシもすごくいい匂い。お魚焼いてる。お魚の匂いがすごくする。焼き魚の匂い。1本80バーツ。これ、あ、これが虫だ。動いてるのがある。すごい。絶対なんかお店に行く箇所はこの、どうやって食べるんだ、食べる人がいるのかな。虫が上がっている。すごい。バーベキュー。今、先ほどビーフシチューなのかな。Lagi saya lepas. 大学のマーケット、ものすごい人で、人の熱気とお料理の熱量で、もう汗だく。シーローでおろしてもらったところに戻って、またシーローでヒロンポンの方へ帰りたいと思います。シーローが来るかな。裏分。シーローさんが来ないのでグラブをお願いしました。100バーツです。入れたとこか、いつもシーローさんに乗るんだけど、今日はいなかったのでグラブでタクシーを呼びました。100バーツでした。シーローだと60バーツに BTS 代がかかるので、ちょうど同じぐらいかな。ホテルまで乗せてってくれるので、こっちの方が楽かもです。